全日空は地方から羽田を経由し海外に向かう利用客のため、専用乗り継ぎバスを運行すると発表しました。国内線と国際線のターミナルは滑走路を挟んで1.5キロ離れていて、乗り継ぎバスはこの真下をくぐることになります。羽田空港では30日から国際線の便が増えます。パリやロンドン、バンクーバーなど欧米への直行便が新たに就航します。